龍になった和尚様。昔、ぬかのぶ郡戸賀村に一人の男の子が生まれました。なんそ丸と名付けられたその子は、とても賢い子供に育ってゆきました。なんそ丸のお父さんは、この子のためになる良い先生はいないかと探し、豊崎にある永福寺の住職のもとへ弟子入りさせることにしました。なんそ丸、7歳の時のことでした。なんそ丸は昼も夜も学問に励み、12歳になるとすでに教える書物がなくなりました。頭がよく若く美しいなんそ丸のことを知らない人はこの辺りではいないほどでした。年頃になったなんそ丸は、玉鶴という娘と恋に落ちました。二人は結婚の約束をし、夫婦になって一生一緒にいますと神様の前で誓いました。けれどこの約束は二人だけの秘密でした。一方、玉鶴との約束など知らないなんそ丸のお父さんは、我が息子にふさわしい結婚相手はいないかと探していました。そこに現れたのが玉鶴のいとこ豊姫です。豊姫は玉鶴に増して美人であったので、なんそ丸は心変わりをしてしまい、豊姫と結婚しようと決めてしまいました。これを知った玉鶴は、自分との約束を忘れてしまったのかと、何度も何度もなんそ丸に手紙を送りました。しかしなんそ丸は返事を書くどころか、この玉鶴からの手紙が豊姫にバレないように全部燃やしてしまったのです。すべてを知った玉鶴は悲しさと怒りがこみ上げてきました。なんそ丸を恨む気持ちが体中にあふれ、もはや人の形のままではいられません。美しい娘だった玉鶴は、見るも恐ろしい大きな大きな毒蛇へととうとう姿を変えてしまいました。なんそ丸ははっと気づきました。これまで相手のことを考えず、自分の好きなように生きてきてしまった。この先どうすれば玉鶴の怒りを鎮めることができるのか。信頼する永福寺の住職にすべてを話して相談しました。なんそ丸はなんそ法師と名を改め、自分自身を見つめ直すため長い長い旅に出ることにしました。熊野を旅していたある夜、なんそ法師は夢を見ます。見知らぬおじいさんが鉄の草履と竹の杖をくれる夢です。この竹の杖が半分まですり減って、鉄の草履が重くなる時まで旅を続けなさい。その頃には
お前を恨んでいる人の悲しみを鎮める方法も見つかるでしょう。南祖法師は決意を新たに、言葉の通り国中を巡り続けました。しかし、いくら旅をしても杖も草履も変わらぬ姿、行くところはもう旅を始めた故郷だけです。そこは南祖法師にとって辛い思い出があり、近づくのが怖い場所でしたが、勇気を出して向かいました。訪れた故郷は、その姿も郡の名前もすっかり変わっています。私は18の時旅に出て、今年確か68歳。50年も経つと景色は全く別物だ。変わらないのはあの泣く岳だけだな。きっと私の姿も随分変わったことだろう。そう思って水鏡に姿を映すと、そこにはなんと昔と全く変わらない自分の姿がありました。なんということだろう。50年経っても姿が変わらないなんて、人とは言えないではないか。きっと私が年を取った父母を助けるという人としてすべきことをせずに旅をしていたから、こんな姿が映るのだ。南祖法師は深く反省し、故郷の林を拝んで救いを求めます。すると水鏡には立派な白髪の68歳にふさわしい姿がちゃんと映ったのでした。泊まる場所を探していると、小さなお寺を見つけました。そこで迎えてくれた人の顔を見て、南祖法師は驚きます。それは50年前故郷に残してきたはずの豊姫だったのです。豊姫はこのお寺で仏の道に進んでいました。そして旅に出ている南祖法師の代わりに、年を取ったお父さんとお母さんの世話をしてくれていたのです。たった1年しか一緒に暮らさず、勝手に旅に出た私をさぞかし恨んでいると思っていたのに、恨むどころか代わりに親孝行をしてくれていたなんて。南祖法師は涙をこぼしました。その夜、瞑想をしていると不思議なことが起こります。そこにいるはずのない美しい女性たちが南祖法師の前に現れました。その中に毒蛇に姿を変えたはずのあの玉鶴がいたのです。本当のことを話しましょう。長い長い旅の間、私は目に見えなくてもずっとそばにいたのです。あなたの願いが叶わなかったのは私の悲しみのためでした。しかしまた旅先で出会った人々や、あなたの命を救ってきたのも私です。驚くことに、熊野で杖と草履をくれたのも姿を変えた
玉鶴でした。さあ、これからあなたが行くべき場所を教えましょう。十和田山の沼に八郎という大蛇がいます。そこが旅の終わりになるはずです。危ない時にはお守りします。そう言うと玉鶴は光とともに豊崎の方に飛んでいきました。八郎という蛇も玉鶴のように元は人間でした。彼もまた南祖星を恨んで蛇になってしまったのです。八郎は自分の奥さんが南祖星のせいで死んでしまったと思っていました。玉鶴の言葉によれば、南祖星も八郎も大蛇の血を引いているといいます。すべては生まれる前からつながっていたのです。十和田までの道はとても険しいものでしたが、南祖星はそれが私の運命ならばと一心に歩みを進めます。そうして沼にたどり着くと、空が急に曇って雷が鳴り、激しい雨が降り出しました。雨の中現れたのは角を持った恐ろしい大蛇です。大蛇は角を振り、満月のような目を見開いて火を吹きながら南祖星に襲いかかります。しかし南祖星は少しも恐れずに言いました。恨みから大蛇に姿を変え、さぞかし苦しかったことでしょう。あなたたち夫婦には何の罪もありません。私を食べてあなたの恨みや苦しみが消えるのならそうしなさい。西に向かって手を合わせ目を閉じると、南祖星の体は光り輝き、頭の上に仏様が現れました。すると大蛇は水の上で頭を下げ涙を流します。そんな立派なことをおっしゃってくれるとは夢にも思いませんでした。人を恨んで大蛇になったせいで心も体も本当に苦しかったのです。今あなたの言葉を聞いてやっと苦しみが消えました。大蛇の牙も角も抜け、八郎は元の人間の姿に戻りました。すると南祖星と八郎の間には白い雲が立ち込め、美しい女性が現れました。八郎よ、宇宙秋田山本郡の沼に行って、そこで安心して暮らしなさい。もう苦しむことなく、守り神として生き続けることができるでしょう。そういったこの女性こそ、八郎の亡くなったはずの奥さん、浅野でした。浅野は今や観音様になっていたのです。南祖星、あなたを恨んでいた玉鶴も三戸郡早稲田で観音様になっていますよ。
浅野はそう続けました。すると今度は八郎が言いました。本当にありがとうございます。あなたの50年間の苦労が実を結び、私たち夫婦もあなたの周りの人々も皆救われることとなったのです。どうかあなたはここに残り、この場所の主として多くの人々を導いてください。その言葉を最後に、八郎は光を放ちながら西へ飛んでいきました。南祖法師は穏やかな気持ちで西に向かって手を合わせます。沼には五色の雲が浮かび、仏様たちが現れて、花と音楽が降り注ぎました。曇っていた空はすっかり晴れ、風もなく水は清らかに輝いていました。こうして南祖法師はこの場所を守る龍になりました。ずっと探していた旅の終わりは、すべてが始まった場所にあったのです。龍になった和尚様、南祖法師は今もなおふるさとを見守り続けています。